昭徳大学は千葉県松戸市岩瀬5 5 2に本部を置く日本の私立大学である。1990年に設置された大学の略称は昭徳。人間教育はを歌った女子一貫教育を行う学校法人東京昭徳学園が経営する。併設校に昭徳大学短期大学部がある。学長は川並博司すべての学部に 大学院を設置し、学部、大学院、短期大学部のすべてに通信教育課程を設置する。また、児童学研究所をはじめ、心理教育、言語文化、障害教育の4研究所と、家族問題相談センターの5つの特化研究施設を設けている。なお、大学院及び通信教育課程については、男女教学となっている。2019年、 高等教育の無償化制度に、大学側が申し込まず、同制度の対象外となることが決まった。聖徳太子の和の精神を、見学の理念として掲げ、創立以来、人間教育という一本の大きな柱を守り、女性総合大学でなければ学ぶことのできない、女性にふさわしい教育を謳っている。2004年12月には、東京都港区にサテライトキャンパスを開設。さらに、 翌2005年4月松戸駅前に15階建ての生涯学習社会貢献センターを新設した。付属校、還元校には幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専門学校がある。年表は、昭徳大学 HP、歴史と現状による。昭徳大学15館男女共学で、昼夜開校生をとっている。 学部、学科大学院千葉県内の私立大学、短期大学館及び放送大学館における単位互換制度に参加している。学校法人東京聖徳学園設置校を参照、聖徳学園70年の歩み、聖徳学園70年史編集委員会、川波博明、2003年12月6日課、発行、28ページ。 ISBN4 から915967から23から9。聖徳学園の人間教育は、www.seitoku.jp。2020年5月30日閲覧。聖徳学園70年の歩み、聖徳学園70年史編集委員会、川波博明。2003年12月6日課、発行。 315ページ。ISBN4 から915,967から23から9。聖徳学園70年の歩み。聖徳学園70年史編集委員会。川波博明。2003年12月6日課。発行。219ページ。ISBN4 から915,967から23から9。大学。 三大千四十三項無償化三十一項は申請せず、日本経済新聞電子版、2020年5月30日閲覧。大学紹介、聖徳大学、聖徳大学短期大学部、www.seitoku.jp、2020年5月30日閲覧。歴史と、現状免許、資格の取得なら、 サポート充実の聖徳大学総合女子大学 www.seitoku.jp 2020年5月30日閲覧単位互換制度免許資格の取得ならサポート充実の聖徳大学総合女子大学 www.seitoku.jp 2020年5月30日閲覧ありがとうございます